皆さん、はじめまして。この度、ミスタージャパン2021にエントリーしました和田雄二と申します。よろしくお願いいたします。まずはこの動画を見てくださり本当にありがとうございます。早速ですが、私の自己紹介をしていきたいと思います。私の名前は先ほどもお伝えしましたが、和田雄二と申します。年齢は25歳です。現在の職業は会社員として働いております。ただ今後の活動ですが、私はより多くの人々の健康で笑顔あふれる暮らしをサポートしたいと思っており、パーソナルトレーナーとして活動していきたいと思っております。続いて私の趣味ですが、趣味は2つあります。まず1つ目が料理を作ることです。私は今会社に勤めておりますが、お昼は自分で作ったお弁当を食べております。こんな感じのお弁当を作って毎日食べてます。そして2つ目の趣味はスポーツや筋トレをすることです。私は高校までは野球をやっており、大学からはフットサルやバレーボールをやっております。社会人になってからはサーフィンもするようになりました。こうしていろんなスポーツをすることがとても大好きです。そして筋トレに関しては、会社に行く前の朝4時からほぼ毎日スポーツジムに通い、体を鍛えております。朝から体を鍛えることにより、その日一日パワフルに活動することができます。最後に私がエントリーした理由ですが、私がこのミスタージャパンにエントリーした一番の理由は、新しい自分に生まれ変わりたい、そう思ったからです。私は高校時代差別的な扱いを受け、とても辛い経験をしてきました。また大学時代ではとても太っており、全く自分に自信を持つことができませんでした。ただそんな自分を変えたい、そう思うようになり筋トレを始めました。それからは体型が変わり、周りからは痩せたね、かっこよくなったねと言われるようになりました。それからは少しずつ自信がつき、今ではもっと自分を変えたい、もっと新しい自分に成長したい、そう思うようになり、このミスタージャパン2021にエントリーすることに決めました。また先ほどもお伝えしましたが、私は高校時代辛い思いをしてきました。ですがこんな私でも努力すれば必ず報われる、そして一歩踏み出す勇気を持つことができる、そんな勇気を皆さんにお伝えしたいと思いエントリーさせていただきました。以上で私の自己紹介とさせていただきますが、この動画を見て少しでもいいな、応援したいなと思っていただけましたら、チャンネル登録そして高評価していただけますと、今後の私の励みにもなりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。